はい、皆さん小林です。よろしくお願いします。今日は私の考えはどっち向きっていうね、プリントを使いながらお話をしようと思うんですけど、すごく簡単に言うと、このチャンネルでいろいろ小林忠文のこう考え方とか、サッカーでね、考えてみたりとか、プラス思考で生きるためにどうするんだとか、そういうことを発信したりしてます。タイでの考え方もね、全部やっぱここの考え方っていうのが基本的にはつながっていくというか、で、私これ、今、オフィスの壁なんですけど、結構忘れ物が多いんで、いろいろ壁に貼る習性がちょっとあります。すぐいらないんだけど、絶対その数日後に使うんだろうなみたいなやつはポポポポって貼ったりとかして、やってます。で、そこにいつも貼ってある一枚の紙があって、それは、これも十何年前に私勉強会で教えてもらって、ああ、なるほどなって思ったんですけど、こういうね、私の針はどちら向きみたいな、普段壁に刺さってるんで穴開いてますけど、こういうことで、あなたが普段使ってる言葉とか、考え方とか、それは、どっちに針があるのと。まずは現状分析をして、で、悪い方向のことをやったら、それを、いきなりやめるっていうのもなかなか難しいよね、これね。やめなあかんなとは分かっとるけど、なかなかやめれない癖とかでね。だから、一旦、自分はこっちの針だな。でも、これをちょっとずつこう戻していこうとか、こっちへ振っていこうっていうふうに気づいてもらえたらいいなと思って、こういうことを、お話をしようと思います。すごく単純でですね、まずは、あなたの考え方。まず、人ってね、どちらに行きますか？どちらに、寄るか？それは、ここにも書いてあるんですけど、プラス思考の人ね、ちょっとプラス思考っていう人は、名元素で喜び楽しみの人生を歩んでる人。で、ここに、基本的には人が集まっていくっていうのは、もう基本的ですよね。明るいところに人は集まっていくよとかね。で、こっち対照的に、安病端で、嘆きの人生っていう風な方を歩んでしまってる、針がそっちに触れてる人は、どっちかっていうと、ちょっとネガティブな人が多いのかなというのがね。これ仕方ないんですよね。なんでかっていうと、言葉がね、考えとか言葉で自分をそっちに動かしてしまっちゃってるんですよね。なので、今回のこのプリント見てもらって、まずは、この名元素って、明るく元気で素直な人なんですよね。明るく元気で素直な人に人が集まるし、その人は基本的にはプラス思考の人が多いみたいな感じ。決め切ってはいけないんだけれども、そういう感じの人が実は多いですよと。ただ、みんな、もう僕もよく、このチャンネルでも話してるかもわかんないですけど、メルマガの方でもね、書いてますけど、私ほっとけば結構ネガティブですよ。だからこそ、プラス思考、言葉を使おう、プラスになる言葉を使おうとかってやってるっていうね、ところをちょっとイメージしてもらって、だから、自分はこっちだからダメなんだじゃなくて、ちょっとでもこっち行った方のがなんか人生明るく楽しくいけそうだなーってね、思ってもらえばいいかなって思います。特にこの今ね、コロナウイルスのこともあって、どんどんこっちのインサーこっちに行きそうなんですけど、それをね、ちょっとでもこういう風にね、行ければねって思います。で、名元素です。明るく元気で素直。で、これをちょっと意識するっていうのと、使う言葉をね、こっち側、こっち寄りの方に変えると。今現状こっちで悩んでる人は、安病端、ね、暗いよ、ちょっと病んでしまってるよ、ね。反対やから、反抗か。そうだね。安病端、ちょっと、暗く、病的、反抗的とかね。そういう人がちょっと多いかな。こっちのゾーンに入ってしまうっていうことで、ちょっとでもこっちに針を
向けるっていうね、今これどっちかな、私どっちかな、消極的な考え方、破滅的がマイナスアンビョータン、創造的積極的な考え方をしてるのが明元素だから、この針をこっちの人はちょっとでもちょっとでもこっちへ、いきなり文はなかなか難しいけど、これもやってみる価値は非常にあります。でもちょっとずつでいいんですよ、ちょっとずつでね。例えばアンビョータンの人はできない、ダメだ、難しいっていう言葉をよく使っちゃうのを、ちょっとこっち行ってできるかな、できる、素晴らしい、優しいっていうね、言葉を変えてみるとか、こんな感じですよね。自信がない、危ない、困った、自信がある、大丈夫であるってね、こういう風にちょっとずつ変える。そうすると必ずあなたの針、心の針とか脳の針はこっちに向かっていきます。こっち向かっていくと、今までなんでこんなに苦労したことがとか、なんでこんな人に会えないんだとか、そういうのがどん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 ね、本当に不思議ですけど実現していきます。で、あなたの視界の周りはすごく明るくなってくる。これも絶対そうなんです。ほで、これが意識せずともこういう言葉が出てくるとか、もう日常茶飯のようにね、ありがとうって言葉がバンバン使えるようになってくるとか、もうこうなると本当にこの針がね、ビヤーンってなるんですよ。で、ちょっとずつでいいんですよ。本当にちょっとずつ向いてったら、本当に見える景色が変わってきたり、聞こえてくる言葉が変わります。聞こえてくる言葉が変わる、反応する部分が変わる。なのでぜひね、まずは一旦自分どっちかな、アンビョータンかな、明元素かな、真ん中かな、みたいな、こういうのをちょっと一度ね、見てもらったらと思います。で、このプリントをちょっとスキャンどうやって送ればいいんだろう、なんかコメントかなんかでもらったら、メール写真撮ってでも送りますしね、何とでもしますんで言ってください。ここにね書いてあります。楽しみの人生か嘆きの人生か、私の毎日の言葉でどちらにでもできます。このかけがえのない私の人生にとって、私のためにも仲間のためにも明るい積極的な言葉を使いましょう。もう言葉一つでどんどん変わるってことです。これ本当にすげえ。僕ね、これ初めてその十何年前に勉強させてもらった時にも衝撃的だったんですよ。アンビョータン、名言素、めちゃくちゃわかりやすかったんですよね。確かになって。それは経営者の勉強会だったので、経営者だとやっぱまあ人がね、集ってくれるっていうのが結構キーポイントになるので、だから人はどっちに集うっていうね、ところでアンビョータンな人に集うかと、類は類を呼ぶから、集うんやけど、消極的な人たち、会社としてはやっぱり明元素、明るい社長のトップがおるところに行きたくなりますよね。そういうところですね。なのでそっちのが、まあ、人生も豊かになるし、会社も発展していくんじゃないかみたいなところでお話だったんですけど、これ普通に一般の人とか、ただ個人として考えてもね、ものすごく大事で、やっぱりインサイドに入っていくよりも、もうね、ちょっとでも言葉変えて、僕ね、ニートとかね、オタクとか別に悪いことだと全然思わないですよ。オタクなんて当たり前ですよね。誰でもオタクですよ。僕なんか仕事オタクかもわからんし、とかね。とか、ニートの人ら、インサイドとかって結構こう、ダメだみたいな風潮がちょっとあるんですけど、でもそうでもなくて、ただ、そのニートやりながらも言葉をね、こういう言葉をあの人たちが全員使ってるかってそうでもないと思うんですよ。だし、ニートの、ただ単にこう人と接するのが苦手っていう人もいるし、でもそういう人らでも積極的な人なんて5万とおるしね、っていう部分で、これが全てでもないし、病気がちな人がインサイドかそうでもないし、その人がちょっとでもやっぱ病気も解放に向かっていこうと思うと、どんどん下がっていくよりも、病は気からって言葉がねあるけど、それが全てとは言わないんだけれども、それも大きく関わってる。だからそういう人もちょっとずつ、今こっちの言葉使ってるけどこっちの言葉使おうとかね、意識し始めると、本当に世の中がとか、自分の体内とか考え方とか、もう本当に変わっていきます。なので絶対に一度、もう小林忠文に騙されたとね、でも本当に一度言葉
この自分の芯を、針をこっち側に振ってみてください。そうすれば本当に不思議なことがいっぱい起こってきます。あなたの未来は確実に明るくなっていきます。これはもう断言できます。僕のすごく仲のいいね、お友達、歯医者さんね、めっちゃ頑張ってますよ。今、その人は僕と出会って何をやったか。言葉をまず変えようぜって、否定的な言葉、こっちのアンビョータン。まさにこっちのゾーンの人でした。でも言葉を変えようぜって、まず言葉を変えようって、考え方なかなか考え変わらないから、まず言葉を変えるってことを決めようぜってやって、で言葉をちょっとずつ変えたんですよ。でこっちの言葉が出たら、あごめんちょっと訂正みたいなんで、こっちの言葉に直すと。それをやったらもうサクセスストーリーかと、もうほんとびっくりするぐらいの勢いで変わっていきました。もう、収入もそう、インもそう、彼女奥さんできるね、子供できる、テレビ来るみたいな、今なんかもう経営者 の中のリーダーになってるみたいなね、そんな本当にどんどん変わってったね。そういうことが起こります。だからまずは自分がどこにいるのかっていうのを一度確認をして、それからちょっとでもプラスの方にね、全部が全部プラスがいいってわけでもないけど、基本的にプラスに向かうようにね、やってみるっていうことで、こっちのちょっと見えるかな、これ、ね、こんな感じです。はい、ちょっとでもこっち行きましょう。みんなでね、明るい未来、このコロナ乗り切って、それからもうどんどんね発展していけるようにと思ってますんで、ぜひぜひこれちょっと参考にしてみてください。こんなお話でした。小林も名言そうでいきます。ではバイバイ。